注目のリナレス第1ラウンドが始まりました。まず両者軽くグラブを合わせて第1ラウンドの立ち上がり、グリーンのトランクスがホルヘ・リナレス、そしてブルーのトランクスがジェフリー・オニャテ。まず踏み込んで左を見せましたオニャテ、軽いフットワークです。リナレス相手の動きをじっと見ています。今日がホルヘ・リナレス19戦目になります。ここまで18勝うち11のナックアウト勝ち。去年の11月には韓国ソウルで1ラウンド KO、 それ以来の試合になります。一方フィリピンのジェフリー・オニャテは去年の12月5日タイのバンコクで ABCOW、 おっと大きな拳、いきなり当たりましたリナレス。さあリナレスが早くも場内がどよめくようなパンチを見せました。セレス小林さん、はい、このリナレスへの今日の期待、注目、どういったところでしょう。そうですね、やはりね、もう今年中にもね、世界を狙おうということなんで、はい、やはりね、鮮やかな、ね、ノックアウト期待したいですよね、はい、ただ先ほどのワンツーね、素晴らしいワンツーしますよね、はい、今日はリナレス、この試合に向けて意識することはバランスと左と、おっと、またパンチを出しました。今のところね、左のダブル、まあ、右をね、ストレート多めにしてますよね、はい、また叩きつけるような右を見せますリナレス。あのリナレス選手のジャブもワンツーなんですけど、伸びますよね。本当にそうですね、はい、17歳で来日しまして丸3年が経ちました。20歳のリナレス、またボディへの攻撃を見せますリナレスです。左のリードというよりも左ストレートですよね、もう左のジャブというよりも本当に伸びがあって威力のあるパンチですリナレス。ただこのオナツ選手もね、はい、まあ、キャリアがあるだけにやりたい選手なんですよ、あの非常にそのやりづらいという…あー、右が当たったカウンター気味に右ストレート一戦、ものすごいパンチが当たりました。オニャテ膝を下げたまま、これはどうか、立てるか、立てるか、立てない、強いリナレス、強い1ラウンド1パンチラックアウト。いや、目にも止まらないとはこのことですよね。なんという強さリナレス。いや驚きましたね、ものすごいパンチ。いやまさにそのなんと言うんでしょう、本当に相手の顎を打ち砕くというんでしょうか、もう電光石火の右でしたね、鮮やかな右が決まりまして、オニャテ全く立ち上がることができませんでした。2006年、今年は世界を目指すというホルヘ・リナレス、今年の初戦見事な1ラウンド KO 勝ちです。まあ何しろその世界の関係者も注目する WBA の総会記念興行でもソウルでリングに上がって1ラウンド KO 勝ち。そうですね、もう世界でもこのリナレスの存在は大いに認知されまして、迎えた今年の初戦これです。いや顎の先端ですよね、本当にキレのあるシャープな右ストレート、もう一度そうですね、いやもうしっかりナックル返してますよね、見事な右ストレート、素晴らしい、鮮やかなノックアウト。